Welcome to another episode of English Word of the Week. 前回のエピソードでは Ship という言葉を紹介しました。2018年10月の動画なので見逃した方は右上をクリックしてください。今日のエピソードでは OK, Boomer というフレーズを解説します。まずは基礎知識として Boomer の語感である Boom の日本語での意味と英語での意味を比較してみましょう。日本語での Boom は流行、特に急に発生する一時的な流行りや人気を指します。例えば、アウトドアブームでキャンプ用品が飛ぶように売れている、若者の間で TikTok がブームになった、などのように使います。英語のブームには、何かが急激に成長したり、増えたり、人気になったりするというよく似た意味がありますが、こちらは主に経済の文脈で用いられます。例えば、The gaming industry has enjoyed an unprecedented boom というように名詞として使うこともあれば、Business is booming のように動詞として使うこともあります。また、場合によっては、特定の人物や商品などの人気を伸ばそうと、活発に宣伝活動をする行為を表すこともあります。ただし、本来は低い大きな反響音を指す言葉で、爆弾や大砲などの衝撃を体感できるような轟音を想像すると良いでしょう。ちなみに、日本語の擬音では、ドーンやドカーン、ボーンに相当します。このような原義から派生して、経済の急速な成長や人や物を押すことという定義が生まれるのは、至って自然に思われますね。では、ブームがブーマーになると、どのような意味を持つのでしょうか。ブーマーにも様々な意味がありますが、特に最近、頻繁に使われるのが、ベイビーブーマーというフレーズです。これはベビーブーム、つまりある国において出生率が極めて高い時期に生まれた人を指します。日本語には団塊の世代という類似表現がありますね。さて、先ほどの定義にも明記されている通り、国によって出生率の推移に差異があるため、各国でベイビーブーマーに該当する年齢層は異なりますが、この語句が用いられる英語圏では、主に1940年代後半から1960年代前半、つまり第二次世界大戦後の数十年間に生まれた人を指すようです。日本の団塊の世代もこの中に含まれます。ちなみに1世紀前あたりから同様に各世代を象徴する名前が考案され続けています。具体的には第一次世界大戦前後に生まれた世代は、The Lost Generation。 次に20世紀初頭から1920年代半ばを The Greatest Generation。 1920年代後半からベイビーブーマーたちが生まれるまでを The Silent Generation。 ベビーブームの後の1980年代前半までを Generation X、 略して Gen X。 続いて1980年代前半から1990年代後半までを Generation Y、 略して Gen Y、 または Millennials。そして最後に1990年代以降に生まれた世代を Generation Z、 略して Gen Z と呼びます。文献によって年代の区分には多少の誤差があることに留意してください。ここまでは基礎知識でした。ではなぜ単なる世代の呼称であるはずのブーマーが頻繁に使われているのでしょうか。近年、特にベイビーブーマーズとミレニアルズとの世代間における相互的無理解と偏見に起因する確執と非難の応酬が顕著になっており、幅広いメディアからの注目を集めています。双方の主張をざっくりと見てみましょう。まずベイビーブーマーズによると、ミレニアルズは怠惰で自己中心的、傲慢、ナルシストで、既存の価値観や伝統を遵守せず社会の物質的繁栄に貢献しようとしない人々のようです。反対に、ミレニアルズによると、ベイビーブーマーズは、独善的、不寛容で、世界が抱える経済格差、人種差別、環境問題などを是正しようとせず、かつ、後世に転嫁するほど無責任で、仕事中毒で、若い世代に対して、不条理に批判的である世代と評されているようです。このような世代間の圧力を背景に、OK, Boomer というフレーズが、2018年あたりから今年にかけて使われるようになりました。では、どういった意味合いを持って使われるのでしょうか。主に、ベイビーブーマーが、我々は何々だったのに、今の若者は何々だと批判し始めた時、軽く受け流す際に、OK, Boomer と言います。例えば、ミレニアルズたちが車を買わないから自動車産業をダメにしていると言われて、OK, Boomer と返答できます。最後に注意事項ですが、誰かをブーマーまたはミレニアルと蔑んで呼ぶことはお勧めしません。異なる年代の人間との間に何らかの問題が発生した場合は、固定観念や偏見にとらわれて相手を罵るのではなく、冷静かつ合理的になり、相手と協力して問題をさっさと解決してしまいましょう。
今日のエピソードはここまでです。次回のエピソードはなるべく1年後にならないように努力します。